カナペコシリーズということで、こちらに行こうかなと思います。広島風関西風お好み焼き完成だってちょっと気になっとったよね、ここなんで行ってみようかなと思います。あれやな、そばとか麺のそばとか、え、そばが欲しい。そば、そば、そば入りがいい。そば煮玉、煮玉とか、煮玉とか。
食べるとやっぱりもう全然違う。ここ200円200円玉と全然違う。何年もめっちゃうめえ。最高です。やっぱりうどんもちもちしとって、このキャベツのシャキっていうのとめちゃめちゃ合って、関西風は関西風で、やっぱりなんだろうな、でもばらつきやすいのはやっぱり広島なのかな。ばらつきやすいけどこっちの方が美味しくない？まあ人それぞれ、それは好みがあるので、それぞれ皆さんはどっちが好きですかまあでもどっちも食べれるっていうところがすごくいいと思う、うん、ここはしかもそばかうどんかっていうのも、今もね、電話とかしてあるし、テイクアウトっていうのもね、やっぱ多いみたいで、みんな家でね、食べようっていうのをこう持って帰るから、あとはあのうどんとそばをミックス、2玉で、どっちも入れることもできるということです。え、うどん、私うどんのお好み焼き、初めて食べたんだけど、うどんってめっちゃもちもちしとって、なんか食べた感じがすごいする。そばしか食べたことなかったけど、なんかちょっとまた違った食感も、あとはなんかこう満腹感も味わえていいかなと思いました。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも